お父様は、師匠は、すべて、すべてお見通しだった。だが、それでも、止めなければならんのだ。イデア、そして、風の巫女よ。クリスタルを、解放しては。お父様。アニエス。そんな恐ろしいこと、私はとても聞いていられない。だってもしそれが本当だとしたら、私が…ごめん、急にこんな話をされたって驚くよね。それでもアニエス、僕にはリングアベルが嘘を言っているとは思えないんだ。だから。あなたはリングアベルを信じるというのですか？うん、信じている。リングアベルも、イデアも、アニエス、君のことも。私も信じます。ありがとう。アリエス、そいつの言葉に耳を貸すな。あと少しでそいつは本性を現すはずだ。本性って何よ。失礼しちゃうわ、エアリーは。黙れ。俺は、すべてを思い出したんだよ。あの日、俺のイデアを無残にも殺した怪物。邪悪なる者。その正体はエアリー、お前だ。せっかくみんな強くなったのに。でも、しょうがないわね。アニエス、クリスタル、本当に壊れちゃうよ。いいの？ねえ。私は、クリスタルを、壊します！ディス！それでいいのですよね？アニエスちゃん、巫女とは一体どういった存在なのかの？巫女はクリスタルの啓示を民に伝え、導くもの。それが何か？うん、だがもっとシンプルに言えば、民を導く者のことを巫女と言うんじゃ。では、クリスタルは？クリスタルの存在が重要なのではない。民を正しく導くことこそが重要なんじゃ。民は惑う。目先の苦しみから逃れるために、巫女に、そしてクリスタルにすがりつく。民の望みを、巫女やクリスタルにすがる民の願いを叶えてあげることこそが巫女の使命では。そこなんじゃ。気をつけねばならぬところは、
さっきも言った通り、巫女は民を正しく導く者。決して民の願いを聞き届けるだけの存在ではない。クリスタルとはな、それほど絶対視しなければならぬものではない。わしとレスター教が千年以上かけて教団とクリスタルを監視してきた結論じゃ。アニエスちゃんはこの先辛く悲しい決断を強いられることがあるやもしれん。その時はティズ、何としてでもアニエスちゃんの味方になってくれ。頼む。はい。ダメ、本当にこのままじゃ壊れちゃう。アニエス、この警告が最後よ。今すぐに祈祷をやめて。やめろ。やめろ。奴の本性。アニエス、構わない。そのままクリスタルを破壊してしまうんだ。はい。俺たちが守る。必ずな。僕たちを信じて。はい。まさかこんなゴキブリどもに長屋もお邪魔されるとは。向かったわ。巫女と聖主の矛盾はともかく、まずは次のクリスタルとなる核を探さねば。まったく、ここに来て五千年の足止めとは。幸い、この世界に残ったクリスタルは全て暴走状態。大穴に闇のオーロラを出現させ、しばらくそこで時期を伺うとするか。くそ。目覚めなさい。立ち上がるのです。闇に抗い踏みにじられても、希望を捨てなかった人々、私を守り育んできた人々、その思いと祈りの力を今、あなたたち4人に授けます。闇の根源を断つために。受け取りなさい。そして二
再び立つのです。さあ光の戦士たちよ。あれ、僕は、あ、みんな、おい、みんな、返事してくれ。アニエス、イデア、リンガーベル。よかった、みんな無事だったんだ。私たち、どうなったんだっけ。クリスタルは私が壊して、エアリーがすごい化け物になって、それでその後僕たちやられちゃったような気がするんだけど。ピンピンしているな。夢を見ませんでしたか。優しい声が聞こえてくる夢。見たっていうより聞いた。あの声はどこから。このペンダントから。いえ、クリスタルの核から聞こえた気がしました。これが喋ったのかな。誰の声だったんだろう。クリスタルって喋るの。アニエスの声にも聞こえたような気がするんだけど。私の。そうか、もしかすると俺がいた世界の。いや、そんなことよりエアリーだ。あいつをどうにかしなければ。まさかエアリーが私たちを騙していたなんて、今でも信じられません。いえ、信じてくわ。だがあれが奴の本性だ。間違いない。俺の記憶の中でイデアを殺したのは奴が変化した姿だった。前の世界の私か。放置しておけばまたあいつは別の誰かを騙してクリスタルを解放するよう誘導するぞ。この連鎖を止めなくちゃ。ここで僕らで止めるんだ。あれが闇のオーロラ。あの中にエアリーが。一体どうやって。見ろ、崖の突端に魔法陣が。どうやらこれを踏むと中へ。しっかりと準備をして、エアリーを追うぞ。ほう、生きておったとはな。なかなかしんどい。だがちょうどよい。貴様らのせいで次のクリスタルが育つ間、前はここで5000年も待たねばならぬ。退屈しのぎに貴様らの悲鳴と後悔で我を楽しませよ。気を見せるな。つけ込まれるぞ。でもエアリー、あなたは最初から本当にこうするつもりだったのですか。私たちとの出会いは、私たちとの旅は、あなたの心に何も抱かせないのですか。もし戻れるのなら、私は元のエアリーに。なんだ。バスケ。エアリー。助けて。
今、エアリーの声が。アニエス。まさか。助けて。私はこいつの意志に乗っ取られ、こんな姿。エアリー、とでも言うと思ったか。人という生き物は本当にグズで間抜けで学習能力がない過当な生き物だ。特にクリスタルの巫女というのは救いようがない。愛らしい妖精の姿、乙女の心をわしづかむだったろう。あれはいつの世界の貴様らだったか。その時も貴様らの現実から目を背け、今と同じように我を最後まで信じようとしておったわ。貴様は泣き叫ばないだけまだマシと言えよ。50歩100歩だけどね。エアリー、あなたはこれまでそうやって無数の私たちを騙し、数多くの民を殺してきたのですね。確かに私は愚かでした。エアリーを未だに友達だと信じたい。でもそれももうやめます。何千何万という世界の悲劇、この連鎖は私たちの手で止める。はあ、我をここまで追い詰めた光の戦士は貴様らが初めてだ。ではこれならどうだ。はあ、この姿になるのはどの世界以来だろうな。もうかれこれ数千万年この姿にはなっていなかった。少し体が馴染んでいないようだが構わない。さあ、歴代最高の光の戦士たち、我が力存分に味わうがよい。足も消滅してゆく。これは初めての感覚、敗北というものか。11億年かけてあまたの世界を貫いてきた我がここで消えるのか。それにしても人間という生き物は実に滑稽な存在。我を倒したところで何も解決などしない。わからないだろうな、光の戦士たちよ。あらゆる境界が完全に崩れ、あの方が訪れる未来が必ず来る。あれはあの方のただの使いに過ぎるということを思い知るがよいぞ。はあ、ロボロス様、エアリーは成し遂げられませんでしたが、必ずや数万年後、数億年後に教会の彼方よりその御姿を現しになることを願う。の旅、こんな形の結末になるなんてね。僕たちは誰かの希望になることができたのかな。できたはずです。ですが、それ以上に多くのものを犠牲にしてしまった。クリスタルを解放する儀式が世界を滅ぼす行為そのものだったとは。暴走状態になったクリスタルを
なんとか元に戻さないと。なんだ？崩れかけてる。まずいな。急いで脱出しよう。消える。あ、老師様。それにこの人って確かレスタード・ロッソ、レスター教徒でも呼んでくれたまえ。どうしてお二人がここに？アニエスちゃんよ、それにチズ、イデアちゃんにリングアベル、よくぞやってくれた。我らが天使から啓示を受けて1800年、ようやく闇の根源を断ち切ることができた。偉大だな、若さというものは。我らではこうはいかなかっただろう。さあ、後のことはこの老いぼれどもに任せるんじゃ。まだやるべきことがあるからな、君たちには。やるべきこと？あの大穴はつながっているのだ、君たちが旅してきた全ての世界へとな。邪悪なる者が倒れた今、あの大穴はじきに閉じてしまうじゃろう。大穴が閉じきる前に、お主たちは自らが望む世界へと戻るんじゃ。望む世界？この世界は君たちにとってみれば生まれた世界とは似て非なるもの。それを承知でこの世界にとどまるのは自由。君たちが生まれた世界に戻ることもまた自由だ。どれを選ぶのも自由だ。じゃがな、ゆっくりと考えている暇はなさそうじゃ。すでに大穴が閉じ始めたか。予想よりも早かったな。さあ、急ぎ結論を出すんじゃ。帰るとすればもう時間はないぞ。え、お主は世界を、全ての世界を救ったんじゃ。胸を張って故郷に帰るがいいよ。はい、ありがとうございます。老師、いつまで抱きついている？最後なんじゃし、もうちょっとだけ、ええじゃろう。困っているだろう、彼女が。それにティズがすごい目で君を見ているぞ。だーも、みんな固いことを言うの。ではな。また会おう。もっともそこで出会った私は別の私だがな。ありがとうございました。大穴が閉じてゆく。穴の収縮が止まった。私たちの帰り道を確保してくれているのですね。お二人の凄まじい魔力の放出を感じます。行こう、リングアベル。ラッツさん、ラッツさん、おかみさん、帰ろう。よし、みんなしっかり捕まっていろよ。そのようだ。振り返りもせずにな。長い戦いじゃったな。そうだな。ようやく2500年に及ぶ戦いも終わる。
王様、ただいま戻りました。おお、よくぞ帰ってきた。皆の者、英雄の光の戦士の凱旋じゃ。祝おうぞ。お父様の理想は、私が。